ダイナマイトの胸とスラッとした足で、そうですね、抜群な軍閥のスタイル、私みたいなね。ミッドガル5番街スラム。おー、急いでますね。まあ、気になりますよね、エアリスのことね。ん?はい、ということで、金髪巨乳清掃ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、クライシスコア、ファイナルファンタジー7、やっていきたいと思います。ではでは、はい、エアリスのことが気になるので、先に進めてまいりましょう。何かいたような気がした？なんかいました？気のせいか、私には見えなかった。なんかいる。めっちゃ戦車。あ、え、うん、ザックス襲われてるわけじゃなんかなさそうな感じがしますけど、え、これってアンジールコピーですよね。アンジールコピーワンコですよね。違うのか、やっぱりそこなんだ。顔そこなんだ。アンジールコピー。ん?あ、さっきの兵器。どっちが敵ですか?うん。うん、うん。こっちが敵ですかね。なんかすごい困る感じですけど。おう!おお、アンジェルコピーいった。爆発。アンジェルコピーは味方？こりゃどうも。守ってくれたのかな。多分。そうみたいだな。おお、あら。もしかしてアンジェルコピーワンコもアンジェルワンコも劣化してる？劣化か。ぽいですね。かわいそう。アンジールもどこかにいるのか。そうか、ジェネシスが生きてるならアンジールもって可能性もゼロでは。うん、でも見とってますからね、アンジールに関しては。お、飛んでった。え、え、飛んでった。すごい儚げに飛んでいきますけど。あの子なんだか悲しい。うん。お前何しに来たんだよ。まあ、エアリスを守ってくれたんでしょうね。花売りワゴン、うん、そうだ。でもさ、大丈夫。エアリスが大丈夫っていうなら。そこでじっとしてろよ。屋根に、屋根裏にいるんですね。俺が何とかする。あそこにいるんですね、梁のところに。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。めちゃくちゃ花売りワゴン作りたい。こっちこっち。ワゴンができたら上の町でも売る。ミッドガル市街ですね。まだちょっと怖いから。お、何言ってるんだよ。おー、ザックス一緒に。売るためにワゴンをまずは作らないとですね。材料を集めてくる。メールが来ましたね。どうせ暇なんでしょ、シスネちゃーん。ソルジャーって統制が全然取れないものね。ああ。私も実は仕事だったってこと。まあまあ、それは余裕で分かってましたけど。海に行き直してみれば。お友達フォルダ。お見通し。エアリスとかいういつもの女の子と一緒なんだろ?カンセルいいですね。なんか、恋愛ゲームの幼馴染感がありますね。情報収集力は確かにね、カンセルやばいんですよね。これからは何でも俺に話してくれよ。辛いこととか抱えてることも全部。いい友達だ。材料集め。じゃあ、ミッドガールで見つかるのかな?じゃあ材料集め行きましょうか。上を見る。アンジール、おとなしくしてろよ。かわいい。そう、ふと思ったんですけど、あれですよね。ザックスの子とアンジールは、
子犬の世話、趣味子犬の世話っていうぐらい、子犬のザックスって呼ぶぐらいだったけど、今はね、アンジールがワンコになってるのはなんかこう、数奇な縁を感じますけどね。では、行きましょう、材料集め。お？うわ、めちゃくちゃ貼られてますね、この教会。エアリスが目的ですか？まあ、別に来たところで一撃なんですけど、ソーンさんもなんだかんだエアリスが心配で、こいつらは新型の自走式兵器だ。モンスターを感知して攻撃する。あ、アンジールコピーをか、アンジールコピーに反応してきてたりします。ミッドガル内のコピーたちはすごい優秀。なんで俺も襲われるんだよ。今のところは区別がつかない。気に入らねえな。そのうち改良されるさ。あんたも気に入らない。お、うん、まただんまり答えてはくれない。エアリスと遊びたいんなら別に止めはしないさ。おお。遊んでないっての。花売りワゴン作るんだってね。あそ。そうさ。そうさ。違うんです。違うんです、そうさ。違うんです。そうさ。花売りワゴン作成イベント。工具、木材、車輪、参考書。まあ作り方ってことですかね。新ラビル8番街5番街スラムでワゴンの材料を集め、素敵な花売りワゴンをエアリスにプレゼントしましょう。工具、木材、車輪、参考書。ここら辺に落ちてる。マジですか？割とざっくり。あー、そっか、上から適当に落としたりしてるから、これじゃないですか。調べてみましょう。新来兵の兜。この土の中には。え、さすがサラ、え、何が埋まってたんですか。何が埋まってたんですか。怖いんですけど。これはカメラ、ボロボロのカメラ。 TSソーンですね。ソーンさんのカメラ。どっかの盗撮マニアだな。こら。やめて差し上げなさい。ソーンさんのカメラですね。多分エアリスの写真がいっぱいなんでしょう。あとは、これかな？いいもの発見。お、中古品の工具。工具は見つかりましたね。神羅メカだって作れそう。神羅メカはあんま作る気はないですけど。木材、肌触りがいい、綺麗な木目のやつ。転がってる。あー、なんかいましたね。スラムのあのおじさん、ここの木材に触っちゃいかんぞみたいなことを言ってた気がしますけど。じゃあスラムマーケット行きましょうか。メールが来ました。人事発令。住職を通知する。ラザードとホランダ。そんなね、全員辞めた人が住職になってたらね、誰も信じなくなりますよ。さて、確か、あれ、どこだっけ、ここら辺だった気がしてたんですけど、ここだ。違う、ここワゴンに使えそうな木。これ勝手に持ってっていいんですかね。まあ持ってっちゃいますか。お、怒られた。置いていたのだ。実は、そうです。ワゴン作りたいんです。大工さん、工具ももらえたのでは？少しなら分けてくれる。ありがたい。一つだけ条件が。はいはいはい。酒場。7番街スラムに酒場。酒場の名前。あ、
はあ、なるほど。ビジュアルが浮かび、その店のイメージが広がっていく。そうですね。セブンスヘブンってのはどうでしょうか。セブンスヘブン、バーテンダーは若い女子。そうですね、黒髪ロングでちょっとこうなんか筋肉がね割とあって引き締まった感じの格闘強そうな女の子とかどうでしょうか。ダイナマイトの胸とスラッとした足で、そうですね、抜群な群抜なスタイル、私みたいなね感じの女の子がいいと思いますわよ。誰も知らない秘密の地下が阪神だ組織のアジト、そうですね、いいんじゃないでしょうか。俺死んだらそれじゃなんだけど、はい、じゃあセブンスヘブンで、やったー、古びた木材、ここだって忘れてたよ。じゃあ次ですね、車輪、車輪、タイヤ、車、あー、神羅の科学展示館からパクる、あの車、あの車、ラブレス通りですかね。真面目な話をするならば、セブンスヘブン頑張って作ってくださいよ。8番街の方で、やっぱり。じゃあラブレス通りの神羅のスパイを見つけたところらへんのやつだと思うんですけどね。メールが来た。組織がボロボロ。はいはいはい、統括が資金提供していた。統括はそうですよね。なんで恨み、出世といえば社長の息子はもう副社長。なんかいろいろありそうですけども。指揮系統が変わるそうです。あんなにいい方だったのに。陽気なザックスさんが一番強いですよね。だから僕はザックスさんに一生ついていきます。なんか嘘くさいんだよな、ルクシーレ。そういえばザックスファンクラブができた疑惑ありますよね。あれちょっと調べてみましょうか。新ラビル。あ、その前にファンクラブどうなったでしょう。このままじゃファンクラブは解散だわ。実家から活動資金を提供されていた。あー、ご両親はお亡くなりになりましたからね。金持ちファンクラブと合併しろ。あ、勉強班がフォーンで一発当ててる可能性がありますね。で、あれ、あの子のお母さんは？母ちゃんがいなくなっちゃったんだ。どこ行っちゃったんだよ、母ちゃん。旅に出る。なんていうことだ。じゃあちょっと勉強班とコンタクトを取ってみますか。メール。女神の贈り物考察。うん、やっぱ勉強班はめちゃくちゃバリバリ活動してますからね。バノーラホワイトを刺すという説が有力。一つが全てを無にする破壊。全てを癒す。かな？癒す救い。癒しが起こる。劣化を直すのがジェネシス的な女神の贈り物だったりするんですかね。あ、徳田記者、すごいですね。バレてますね。統括の恨みって何なんでしょうね。まあ、もうちょっとしたら明かされるか。おっすおっす。勉強班が公式ジェネシスファンクラブとなるのです。ああ、合併してあげたらどうでしょう。リンゴのジュエリー、くれるそうだぜ。リンゴのジュエリー。欲しいんだ。物に釣られたわけじゃありませんよ。なるほど。よしとしましょう。あ、そういえばセフィロスファンクラブも話しかければよかった。車輪ここでは。やっぱり。乗りたくなった。タイヤが欲しい。頼みだって。お、くたびれたタイヤ、ありがたい。寄贈の物、230キロまで与えられる。青春、ありがとうございます。車輪を見つけました。あとは参考書。おう、用意してる。自動、ない、落としちゃったみたい。お宝入れの中に入れて持ち歩いているの。神羅兵のマス、それって、スラム
の、あの一番最初で見たやつではないでしょうか。の前にまずはザックスファンクラブを。 BGM がなんか FF7 の頃のシンラビルの BGM になってる気がする。メールが来た。宇宙開発状況、シンラ26号。おっすおっす、あなたのファンクラブが設立されましたの。お、ファーストっぽくなってきた。会員じゃない、あ、そうなんですね。会長、おお、やけに詳しいとは思いましたが、応援ありがとな。取締役になる気はあんまないかな。お、やった、ファンクラブになれた。12人しかいない。まあでも12人いるのもね、大きいですよ。入会受け付けました、ありがとうございます。出ちゴンガが知ってる。はい、じゃあちょっとセフィロスファンクラブも見に行きましょうか。公演でしたよね。おそす、セフィロスファンクラブさんどうですか。お宝画像が配信されるらしい。会長のおかげでセフィロス様と親交が深い。早速メール。銀色の風の思い出、二人の親友が存在しました。トレーニングルーム、トレーニングルームでのことを知ってるとは。一人の頭の上にバッカリンゴを乗せ、離れたところから剣を投げてリンゴを射抜く。勝者は必ずセフィロス様で、必ずリンゴの真ん中に政宗を突き刺していた。怖すぎるでしょ。で、絶対頭の上に乗せられてたのアンジールでしょ。仲睦まじいことをしてましたね。はい、ということでね、今回はこの辺りにさせていただいて、次回またワゴン作りのね、材料集めというか参考書だけですけど、集めに行きたいと思います。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。